球防衛軍 4.1 の33回目です。今回はマザーシップが出てくるといったところ、ようやく久しぶりの地上のマップ、なんとか1回でクリアしたいですが、これですね、マザーシップは。あー、守られてると。あれか、これですね、こいつを倒さないといけないと。多分上は攻撃してもダメージ与えられないと思うんで、まずは、わーっと、これはまずは敵を外に一旦出してから、こいつを倒してから中入りましょう。なんか武器を起動させたということだが、これは当たるのか。よし、中に突入と。これは逃げるタイプの可能性もあるので、一度だけ接近してから倒します。さて、逃げ出したが、その前に倒しきるでしょうと。ついてこい。向こうに武器が見えるので、武器だけは取ります。いや、武器じゃないか、武器ではなかった。さて、次はどこ行けばいいのか。見晴らしを良くして。うわー、怖っ。アイテム回収と。まずはこちら側の方向にいる敵を倒すために、まあ見晴らしよくして、攻撃を当たりやすくしましょう。この方向にいるけど何がいるのかがわからない。うわー、怖いな。多分当たりはしないんだろうけれども、赤い槍がいる。さて、赤い槍出てきたぞ。赤槍、これ新たに敵が出てくることはないと思うので、敵が出てきてから倒し、その後接近すればいいのかなと。あっと、こいつも二足足歩行も出てくるので、きっとアリも邪魔だが、あいつを倒したい。おっと、バリアはなくなったね。あ、あんなことないか、気のせいだった。はい、と倒しようや。あとはこいつが一体と。倒したか。アイテムを先に取って、あーっと逃げてくな。全部倒すと逃げてくとか、そんな感じ。ひょっとして、どこ行った、どこ行った。いやー、最後周り囲まれてしまうと、バリアばかりに攻撃当てるのがものすごく困難になるので、なんかまた重複しそうな感じですね、バリアの位置が。あれはまだ動いてるか。あの敵が気づかないでいてくれたら嬉しいけど、まあ、先に倒そう。バリアかけるか。そしてバリアの外に入ったので、ちょっと攻撃してバリアを封鎖したけど、またすぐ、なんとか逃げ切る前に倒すよ。これ、倒せるよね、倒せるよね、倒せるよね。ちょっと待ってくれ、待ってくれ、押しちゃおう。危ない、危ない。まあでも、そこまで難しくないのかなと、このマップは。と言ってると、また痛い目見るので。あーっと、当たっちゃった。なかなか倒せないな、こいつら。よっしゃ、一体倒して。
もう一回あいつの特にこの長距離の攻撃してくるのは倒しておきたい。さてライフル来たが敵が撃つ前になんとか間に合って、赤いのが見えるな。あれ味方いないの？もうそんなバカなことないよね。いや味方が全員倒されてるぞ。ちょっと待ってくれよ、どういうことだそれは。ちょっと喋る余裕がなくなってきたけど、アイテムの回収はしっかりと行っていくと。いやまさか味方全滅は想定外。あともう一体ここか。新たな味方が来てくんないかな。そして防御フィールドは安定の移動と。向こうの針に遠くからダメージを与え、頭いいなこのバリア。まあでも他の攻撃はないので、まあこれぐらいならば何とでもなるでしょう。なるのか、なるのか、なんとか。うわー、なんともならん。じゃあ、あとはバライフルでいこうか。うわー、やだなー、もう味方、味方のエンジン来てくれ。そうなんでね、もう全部自分で対応しなきゃいけなくなってるんで、めんどくさいったらあれはしない。この上の敵怖いな、これは当たったらダメなのかどうかが分からんからな。これが分かってればまだ精神的には楽なんだけれども。うわー、これは大丈夫なのか本当に。もう当たりそうな位置に敵の砲撃が飛んできてるけど、回復アイテムが欲しいが出てないな。うわー、防御フィールドを張って弾が通りにくくなってる。はい、と回復アイテム見つけたと。もう一丁見つけたぞ、クソ防御フィールド。うわー厄介厄介、ちょっと待ってくれ。回復アイテム、ここにもね、この遠距離攻撃のやつが優先して倒したいが、うわーまさかここで防御張られる。あった、この近く見るじゃないか。こいつを倒して回復アイテムも出ればよいなと。見つけたぞ回復アイテム、よっしゃ。でこう、あーダメだ、防御フィールドに、いい位置に防御フィールドいるな。逃さんよこれ。結構敵からこれ近寄ってきてくれてるような。あーなんか別のバリアに阻まれた。よいしょ、倒して回復アイテムもなんとかゲットあるか。うわー、こういう時に限ってないんだよね。まあよくある展開ですが、とりあえずアイテム取りたいんで早く聞いてくれ。おーっと、ちょっとのんびりやってたら耐久が危ない。
よっしゃ、あれを倒してアイテムを回収するぞ。あれダメか、倒しきれてない。まず周囲見ながら回復アイテムがないでしょうかね。うわあ危ない危ない危ない、回復アイテム回復アイテム見つけてるか、これよっしゃ危ない。わあこの航空機もここまで数が増えるともう昔は楽ですねとか言ってたんですけど全く楽じゃない。さてリロードして、アイテム落ちてきたが回復ではないか。この奥のあの敵倒せば回復アイテムぐらい出てくるだろう。いやーちょっと目の前の敵邪魔、あー危ない。あるよね回復アイテム、ないか、見えんが、うん、あったあった、よかったよかった。ここはどういう武器が良いんだろうか。ちょっとバズーカ使う余裕も全くないんで、あーなんか上から嫌な攻撃が、レーザー照射されてる、熱っ。あーでもダメージは受けてないのか、単なる見た目だけ、それならばいいけど。多分マザーシップからの攻撃なんだろうと思うけど、うん、いやそろそろ味方来ようよ、こんなの一人でやれっていうのは酷でしょ。でもでも近くの敵はあれは当たるとダメなのか。おっとアリごときが、アリごときにやられてたまるかと。うわあれダメなの、そりゃないだろう。まあ、なんの。なんの前準備もなく、撃ってきたような。ちょっと角度変えてやってみましょうか。あれ、ここでウィングダイバー来たぞ。さっき来なかったような気がしたけど、なんだなんだ展開が全然違うんだけど、そんなものなのか。こっち側に来るとウィングダイバー来るとかそんな感じかな。さっきは別方向に進んでいったのでウィングダイバーは来ずという展開だったのかもしれない。というわけでここで仲間にして、よし指揮官に入ってくれ。さて中に入って倒そう。今はバリアの中に入っているところ状態。うわーアリが厄介だな、防御フィールド。そして巨大な二足足歩行もやってきているので、いやー攻撃が弾かれてる。というわけで前に自分は出て、まずはこいつを倒したい。よいしょよいしょよいしょ。いや俺は防御フィールド逃げそうなので、ちょっとこいつを逃さないようにしたいが間に合わないか。じゃあ諦めよう。回復アイテムと、まあ今のところは順調といったところか。
まだ敵来るか。この辺りを近寄る敵を倒していけばいいだけなので、簡単といえば簡単。そうか、さっきは進む方向を間違えたから、なんか難易度すごく高く感じたのかもしれない。前に行って倒そう。遠くにいてもね、この砲撃食らうだけなので、近くに行って一気にこの敵を倒したいが、わあ味方が今爆風で吹っ飛ばされた。飛行ドローンが来るが、まあこの2つは倒したい。あっ、何に食らった。ああ、もうほんといいところにバリア張ってくんな。あと何食らったんだ俺は。よし、こいつこいつこいつを倒す。よし、倒した。アイテム回復を優先して取ってと。もう空中の敵はお任せで、こっちは防御フィールド優先していこう。あー、このなぎ払いの攻撃は攻撃判定がわからないんでどうにもならないですよね。よし、真下まで来て一気に逃げる前に倒しきりたい。逃げるなよ逃げるなよ。よーし、いや味方部隊がやっつくと強いですね。ウィングダイバー部隊、これによって我々は楽に進むことができている。あとはどこだ、回復アイテムも拾いたい。合わせて武器も欲しい。あっと、バリアが。ただここ出てきたらこいつをまずは倒すが、わ、バリアか。ならば向こうのバリアをまず一つ倒そう。逃げ切る前に、逃げ切る前に倒したと。いや、これは大きいな、今の倒せたのは。わ、味方壊滅状態なので、ここら辺回復アイテム、よいしょ、回復アイテムで、今度こいつを倒してまた回復アイテムを出てくればいただこうかなと。どこだろう、周りに回復アイテム落ちてないか。落ちてはないか。そしてあっと、でっかい回復アイテムが出てきたので、これ取れば味方もある程度回復できるでしょう。よしよしよし、悪くない悪くない。うん、この辺りも倒して、回復アイテムもボロボロ落ちてきたので。そうなんだな、このなぎ払いの攻撃はどうしろというんだろうか。これもまあ、そうか、耐久が少ないから一撃耐えられないとか、そんなこともあるのかな。おー、これ避けようがないじゃん。どうすんだこれ。さて、なんとかここまでやってきたはいいものの、ちょっと味方が前回と比べてかなり減ってしまったような。なんとこれも前にちょっと行けなくなってるような状況。まだウィングダイバーと接してから少し先に進んだ程度の位置で戦い続けてる。
あ、なんか上攻撃やんだ、ひょっとして。うわ、バリア邪魔かなこれ本当に。バリア攻撃したいけどまず邪魔なので。うわ、バリア、バリアいけるか、これは倒せるか、倒せたか、よっしゃよっしゃよっしゃ。うわ、引っかかってる。まずは後ろ側、続いて手前側。こいつをなんとか。うわ、ウィングダイバーがぴょんぴょんと跳ね飛ばされてる。よし、ちょっとアイテム回収しましょう。はあ、なんとか、まあここまで来たはいいんですけど、これ以上先に進むとこの敵の攻撃がこれ壊せないのかな。そういうわけでもないと、壊せてる気配が全くないと。ひょっとしてこれ敵がこの攻撃やんでる間に進めとか、そういうこと。かなり難しそうな気もするけど、よしと。そうだね、砲撃やんでる間に戦って、砲撃が来たら避けるとか、そういう戦い方すんの。これかなり難しそうな戦いになりそうなんだが、なんかここら辺ビルが壊れてるんで、ここに砲撃が来るということかな。じゃあちょっと遠くのもう一個向こう側から倒しましょう。これ敵が減るとこれ撤退とかないかな、もしくは別の部隊が空爆部隊みたいなのが現れて倒して帰ってくれるとか、そんな展開を期待したいが。わあ、ここら辺も建物壊れてるな。あー、そっか、俺自分で破壊しながら進もうと思ったけど、場所の把握をしやすくするように普通のライフルで突っ込んだ方が良さそうだ。ここら辺は壊されてないと。あと、あれ、うわー、目の前になんだー、そーいとこの二足足歩行を倒したいけど、目の前のアリが邪魔。そしてバリアを張られたと。で、私は噛まれる。二足足はどこ行った、ここか。ちょっと耐久値が、まあ自分は大丈夫だけど味方が危なくなりそうな気がする。倒した倒した、まだかまだか、じゃあ倒してるね。ならばちょっとどいてくれどいてくれ、あとはお前だ。このバリア発生装置さえ倒せばと。はあ、回復アイテム回復アイテム。うわー、怖いな本当。おお、あっと、これまたなんか出てきた。これはダメージ食らわないんだっけかな、なんか当たっても当たってる気配がない。あ、でもこれは危なさそう。この上の板を剥がしたいが、まあ良いか、ちょっと無視して進みますかな。ウィングダイバーの武器は常識を覆す強力なもの。倒せないかまだ。おお、バカやったな。ポイントを移動する。ウィングアクチュエーター問題なし。
これ倒せないのか今回は。装備を点検しろ。了解。ポイント入ろう。了解。さて回復アイテムを取りに行きたいが、あそか、逃がしたか。何が逃げた。地上部隊、残った敵を破壊しろ。逃げるのかこれ。あーそっか、時間オーバーで展開変わるのか、もしくは敵を倒したから変わるのかわからないけど、そうだね、上上がっていってるもんね。まあ、逃がしたかというか逃げてくれてありがとうみたいな、そういう展開ですが、せっかくなんでアイテムを全部拾いましょう。わあよかったよかった。できれば武器が欲しいけど、こうね落ち着くとわがままを言い出すと。さっきまでは回復アイテムどこだどこだと言っておきながら、晴れているのが我々のやつね。どこだ。うん、これも回復、あ回復しかないなこっち側は。もう空はいないと。味方にいるのはウィングダイバー部隊だけですね。レンジャー部隊が、あまあ早くも死んでしまったと。回転レシーブしながら、やはりこれの方が移動速度は速いんでしょうけど、ずっとボタンペチペチ押していかなきゃいけないんで面倒なんですよね。なんかこの辺り改善されればいいなと思うんだけど。よし、武器があるので、まあ、あとは赤い槍といえどももう負けることはないでしょうと、まあ、油断せずにいきましょう。槍が顔を出してくれればおびき寄せられるが、うん、出してこないか。自らじゃあ突っ込むしかない。あー今顔出してたな。さて先にフェンサーチームが来たということなので、まあいいや、もうめんどくさい、迎えに行こうかと思いましたが、さてこれを倒しきれるか倒しきれるか倒しきれるか。ちょっと武器を無駄玉使ったんで、アリに対して、ああダメだ倒しきれなかった。まあ次にバリアがでかくなった時に、おっとバリアがでかくなった時に攻撃加えれば、まあ、なんとかなるのかなと。うわ下に落ちちゃったな。どこだ、あ下ではないか。もう自分の位置取りがさっぱりとわからない。どこだ、やっぱ下だよねこれね。ちょっと上がらないと、ちょっと味方部隊も危ないぞ今。さてバリアの幅が狭まったので、この間にうわーっと何に吹っ飛ばされた。あーそっか、二足足歩行がいるのか。じゃああいつを倒さないと。まあでもまだ耐久値的にはまだまだあると。なんか遠くではフェンサー部隊が戦っているような感じがするけど、うわ痛い、あーこれ危ない。油断して倒されるという王道パターンを行きそうだから、ちょっと慎重にやろう。まあこっちだね先に倒すのは。あーバリアに阻まれた。よし、まずはこれを倒して回復アイテムは出ない。まあそれでもこれを倒してしまえば、危ない危ない、今地面に降りるところをこの残骸の上に乗って
防いだという。ああちょっと待ってくれ待ってくれ待ってくれ、それは危ねえ危ねえと思ったけど、ああ吹き飛ばされた。まあそれでも死ななかっただけよかった。ダブルであの攻撃食らったら、ああでここフェンサー部隊アリと戯れているので、よし頼む。あっ危ない、名誉の戦死を遂げてもらうとこだった。ああいかん、これいかん、これはあーこのタイミングで、あ倒したか、あーびっくりした。もう攻撃してくる部隊ないので、これで最後自爆で死にましたとかだったら泣くに泣けないけど大丈夫だろうな。よいしょ、ここ下にある武器のは、まあ、回復アイテムか、武器が落ちてれば拾って帰りたい。あとあのアーマー取って終わらせましょう。あれ向こうのフェンサー部隊は仲間になったはずなのに寄ってこないですね。まあ攻撃しているのか、だが接近して攻撃しないと意味がないですよ。最後アーマー手に入れた、アーマーじゃない武器を手に入れた。あーよかったよかった、まあ、3回目で無事クリアと。あ新たなカスケードという武器が加わりましたので、まあ、どんな感じなのか。ロケットランチャー、これはダメージ200かで連射速度が速い、これ次回リロード時間も短縮しているということなので、レンジャーは2つまで装備することができます。これちょっと次回やってみましょう。ということで今回は終えたいと思います。